こんにちは。こんにちは。はい。本日は、マナー講師、おもてなしコンサルタントの香織さんにお話を伺っていきたいと思います。香織さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。もうとっても素敵な香織さんなんですけれども、はい。そうしましたら、簡単に自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私はマナー講師、そしておもてなしコンサルタントとして、企業や病院、介護施設、そして学校などでマナーの研修やセミナーを行っております。多くの方にマナーを伝えることによって、皆様の人間関係を良くしようと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。マナーを身につけることで人間関係をより良くしていくっていうことをされているということですね。やっぱり人間関係はどこにいてもね、やっぱり必要なものなので、良好に保ちたいものですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのようなことをされている香織さんなんですが、どのような夢やビジョンをお持ちですか？はい、現在、マナーってすごく厳しいものとか、面倒くさいものって思われていて、必要ないっていうふうに思われてしまうことが多いんですね。ですが、私はマナーっていうのは、相手を大切に思う気持ちを形にして表すツールだと思ってるんですね。例えば、目上の人に話すとき、あなたのことを尊敬してますよとか、あなたのことを敬ってますよって思っていても、それをわざわざ口にはしないじゃないですか。なんですが、そこで敬語を使うことによって、その方にあなたのことを尊敬してますっていうことを伝えることができます。そして、あとは、例えばお店で接遇の場面で、お客様が入っていらっしゃった時に、あなたのことをこれから大切に扱いますよって思っていても、お客様にあなたのことを大切に扱いますっていうのも言葉にして表すことではないんですが、お客様と目が合った瞬間にお辞儀をして丁寧にご挨拶することによって、お客様を大切にしてますっていうことを表すことができると思っているんですね。相手に不快な思いをさせず、さらに相手を敬って大切に思っていることを形にして表すのがマナーだと思っているので、それを面倒だとか必要ないって思っている多くの方に伝えて、そのマナーが身についていることによって、職場やプライベートでより良い人間関係が築けて、より良い人間関係が築けることによって、自分が心地いい環境で過ごせることができるっていうこと、そしてそういう方をたくさん作って笑顔を増やしていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。今聞いてて、本当になんかもっともだなって思ったんですけども、そういう、なんか特に日本人って、そういう尊敬する気持ちなどを、やっぱり、やっぱ表現ベタですよね。だから、そういう言葉にして、感謝を伝えたりとか、そういうことって、やっぱりしにくいところがある。それをそのマナーによって、本当になんかすごく大切にする思いを形にして、で尊敬する思いを形にして表すのがマナーなんだなと思って、今聞いてて、あ、なるほどなって思いありがとうございます。ます。まあ、そういう方、尊敬する気持ち、いや本当に相手を大切に思っている気持ちを形にするのがマナーっていうことで、そのマナーを大切にする方を増やしていきたいっていうことですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、次の質問に移らさせていただきますね。それを具現化するために、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい。そのマナーが形ではなく心を表すものだよっていうことを多くの方に伝えたいと思っているので、今行っている研修やセミナーを企業や病院などでたくさん行いたいとは思っているんですが、それだけではなかなかたくさんの方に広まらないので、もっと
普通の方というか、企業じゃなくても、プライベートでもマナーをしてていただきたいということで、昨年から SNS を始めて、今、SNS でも使ってお伝えしようということを始めております。はい、ありがとうございます。先ほど企業とか、あと学校とか病院でセミナーをやられてるっていうことでしたよね。で、この中で具体的に、例えば企業などはやっぱりその会社の中の人間関係を良くするためなどに働いてるその方々同士がやっぱり良好な関係を作っていくためのマナーっていうことですかね。そうですね、それもございますし、サービス業、企業っていうのはまあサービス業もあって、サービス業など、そういう会社では、やはりお客様に対する接遇をお伝えしています。また、これからの時期ですね、新入社員研修がたくさんありまして、ビジネスマンとしてのビジネスマナーのもう基本のところから、その社内での上司や先輩との人間関係を築くための、マナーについてもお伝えします。また、病院の研修が最近とて、病院介護施設の研修がすごく多いんですが、それはやはり全く接遇とは、もう普通のお店での、店舗での接遇とは全く違って、患者様や利用者様に対する医療接遇というものをお伝えしています。その患者様とか施設に来られる方に対しての、まあ、お客様に対してのマナーっていうことですね。はい、そうですね。お店にいらっしゃったり、ホテルにいらっしゃる方って、もう楽しい気持ちで来るんですが、そうじゃなく、やはり病院にね、喜んでいらっしゃる方はいらっしゃらないので、そういう方に対してのまた気持ちの表し方とか、どういうふうに接すれば、その方たちを癒すことができるかなどということを、病院などではセミナーとして行っております。ありがとうございます。で、今はそういった企業とか病院とか介護施設とか以外にも個人的にもそのプライベートでみんな必要になることですよね。やっぱりその堀さんの言うマナーっていうのは本当に相手を大切に思う気持ちであって、でさらにそこにはやっぱり心が伴ってる、本当に心を思いやる気持ちだと思うので、本当にそういった接客業だけではなくって、本当に人と人との関係性っていうところに全てに生きていくものなので、それを広げるために今 SNS を頑張っていらっしゃるという。そうですね。ありがとうございます。そうしましたら、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持って、どのような活動をなさっていらっしゃいますか？先ほども申しましたように、マナー講師をしているので、まあ、企業や病院とかでセミナーをするのが主な活動なんですが、最近、去年から SNS、ツイッターを始めたんですが、毎日、マナーについて、また、人間関係を良くする方法などについて、毎日毎日ツイートしております。で、私自身、年齢的にも、SNS ってすごく怖いものとか、危険なものっていう気持ちがあって、全然始めようとも思ってなかったんですが、ちょっとこれは、コロナもあって、やっぱり SNS だって思い始めて、勇気を持って始めて、今はフォロワーさんも1年に経ってないですが、6000人を超えて、もう本当に毎日見ていただく方からたくさんの刺激をいただいて、私自身もすごく情報源としてもツイッター活用させていただいてますし、楽しくやっております。で、そのマナーを伝えるだけではなく、私自身が空港で働いていたんですが、その後、15年ぐらいずっと専業主婦をしていて、全く社会とこう関わりがなかったんですが、で、さらにそのブランドスタッフってパソコンもできないし、資格も何もなくて、そういう人が社会復帰、40代になって社会復帰しようとした時に、何か自分にできることを見つけて、それをやって
始めて、思い切って始めて、ね、私、昨年、起業っていうか、まあ、開業、届け出して開業したんですね。まあ、そういう女性にも、こう、希望っていうか、夢につながればいいなと思って、そういうことも発信してます。はい、ありがとうございます。本当に女性っていうのはやっぱり家庭に入ってしまったら本当キャリアを断ち切られる、なんかそういったやっぱりところって付きまとうところだと思うんですよね。で、まあ香織さんがご自身がでもその前にやられていたことを生かして、その空港でグランドスタッフっていうんですかをやられた経験を生かしながら、で、さらにそういうブランクがあっても、そこからやっぱり起業するって大きな決断だと思いますので、で、本当にそこで、ね、軸を立てて、また新たにキャリアを積んでいく決断があったんだなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。しましたら、そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何だったんですか？そこにはどのような発見や出会いがあったんですか？はい、現在研修を行っているんですが、受講していただいた企業や病院の方からお客様とか、その患者様との関係だけではなく、職場内の人間関係がすごく雰囲気も明るくなったとか、すごく良くなったっていうお話を聞いてるんですね。で、私自身はやはりマナーを身につければ人間関係が良くなるっていうのをすごく感じていたんですが、この他からのここでも聞いて、やはりもう本当にマナーが必要なんだっていうことをすごく実感することができてます。で、現在、こう、人の悩みとか問題って多くが人間関係が原因だって言われているので、やはりそこを解決しないと幸せな生活が送れないというふうに私は考えているので、もうこれをとにかく広げていきたいって、みんなに多くの人にマナーがいいんだよっていうことを知らせたいなと思って、その企業の方、企業や病院の方からのやはり声が私をこう後押ししてくれました。はい、ありがとうございます。やっぱりその香織さんがその人間関係を良くするのに、やっぱりマナーが必要だったっていうか、マナーが大事だよなって思ったような、そんな出来事とかはあったんですか？そうですね。私自身がある程度こう、まあ、仕事を、そのグランドスタッフっていう仕事もしていたせいもあって、マナーが身についていたと思うんですね。で、私自身、あまり人間関係でこうトラブルになったことがないんですね。っていうのもあって、それなんでかなっていうのをこう考えたときに、やはりそれは、こう、こうやったら相手が不快なんじゃないかなとか、例えば丁寧にご挨拶しないとか、言葉遣いが悪いと相手にやっぱ嫌な思いをさせてしまう。どんなにこう親しみを持ってフランクに喋っても、やっぱりある程度の言葉遣い、相手を敬う気持ちを表す言葉遣いが必要だと思うので、やはりそういうことが身についているっていうのが、人とのトラブルを避けているんじゃないかなっていうのも感じているので、そういうことからやはりマナーの必要性を感じています。はい、ありがとうございます。ご自身の経験から、そのもうお仕事上、そのマナー、本当に人を敬う気持ち、それで接するっていうところが、まあ、香織さん自身がもう身についていて、それがやっぱり人間関係が良好にいったまあ、理由かなっていうところで、そこがすごく大事だなっていうふうに思われたですね。はい、でもすごくお話を聞いてて、やっぱりまあね、冒頭にもお伝えしたんですけれども、やっぱりなかなか言葉にして感謝の気持ちを言ったりとか、やっぱり特に近しい関係の人って言いづらかったりとかしますよね。なので、本当にそういったところで形にして、本当に相手を敬う、すごく香織さんが
本当に相手を敬う気持ちをすごく大切にされているっていうところがすごく伝わってきました。で、そういう、ね、行動にして相手にそのなんかプレゼントではないですけども、なんかそんな風な気持ちでやられているんだなっていうのがすごく伝わってきました。はい、その中でも何かこういうところを大切にしてるっていうのはありますか？さらにその中で。マナーですか。はい、マナーの中でも。そうですね。自分が思っているマナーって、例えば、ファッションにおいても、身だしなみが、マナーは身だし、おしゃれより身だしなみが大切ですよっていうお話をいつもするんですが、もうおしゃれと身だしなみの違いって、おしゃれは自分が、例えば、こうありたいって思って、おしゃれで好きなものを身につければいいんですが、身だしなみっていうのは、どんな世代の人、誰が見ても不快な思いをさせないのが身だしなみなんですね。なので、自分目線ではなく、やはり相手目線、相手が今どう思ってるか、相手が不快じゃないかなっていうことを気にするしていると、自然にマナーができた人が出来上がると思っているので、それを皆さんにはお伝えするようにしています。例えば、角度がな、お辞儀の角度は何度ですよとか、そういうことでだけではなく、やはり相手が今どう思ってるかな、相手がどうやったら嬉しいかなっていうことを考えていただくことをいつもお伝えするようにしています。ありがとうございます。自分が好きなものではなくて、本当に相手が不快にならないような、そういった振る舞い、その身だしなみっていうものなんだなっていうのが、どうしても洋服なんて言ったら自分の好きなもので 着てしまったりとか、自分不快になりがちだなと思ったんですけども、そこをやっぱり置いて、やっぱり人に不快な気持ちにさせないものを選ぶっていうところがやっぱり大切なんだなっていうのが分かりました。はい、ありがとうございます。そうしましたら最後の質問です。その発見や出会いの背景には何があったんですか？はい、先ほども申しましたように、私はブランドスタッフをして働いた後、もう本当に何も家庭にいたので、子供が大きくなって手が離れた時に、じゃあ社会復帰しようと思っても、自分で何をしたらいいのか、全く何をしたらというか、何ができるのかが全く分からなかったんですけど、その時に、Facebook で中学の同級生がマナー講師をしているっていうのをたまたま見たんですね。ね、私も航空会社にいたので、マナーは、接遇の研修は受けてるから、これならもしかしてお役に立てるかもって思って、マナー講師を目指したんですけど、そのマナー講師を勉強をしていくうちに、あることに気づいたんですけど、それが、私の実家というか家庭が、親が結構しつけに厳しくて、普通のサラリーマン家庭なんですけど、小さい時から食べ方とか、例えば、敬語、言葉遣いも厳しかったですし、あと、人のお宅に行くときは、例えば、靴を揃えるとか、手土産を持っていくとか、そういうことについても、すごく、いろんなことを、両親が教えてくれてたんですね。やはり、それが、今、大人になっても、私がマナー講師という仕事をするのの原点は、多分、そこだったな、っていうのを感じているので、もう、本当に、一回の研修で身につくものでもなく、もう小さい時から、まあ大人になってももちろんね、意識で身につくものだと思っているんですが、やはりそれってもう本当日々の生活から、出てくるものだなっていうのを感じています。で、まあそれが身につくと、やはり人間関係が本当に私はずっとあまり大きなトラブルがなく来ているので、それが、もう、マナーっていうのがすごく大事だなっていう感じています。はい、ありがとうございます。そうしましたら、もうかおりさんはもう子どもの頃からやっぱりご両親のそのしつけといいますか、その教育といいますか、そういったところで本当にそうやってマナーを大事にするっていうところを本当に身につけてきて、でそれがお仕事にも航空会社のお仕事にもなり、もう自然と選んできてる感じです。はい。
なんか道が作られてまあきてそうたですね。はい。感じがしまもうすこれね。が背景なんだと思っています。はい。ね、それで、ね、今、一旦、子育てで、お仕事から離れていても、またそこで戻るということができて、今、ご活躍されていらっしゃるんですね。もう本当に、かおりさんの軸になっているもの、子どもの頃から身につけてきたものが軸になって、まあ、それを武器として、今、それを生かして、で、開業されて、やられているのがね、すごく、今のお話を聞いて、感じました。はい、ありがとうございました。そうしましたら、最後にですね、こちらの動画をご覧の皆様に、一言メッセージをお願いいたします。一番初めに申しましたように、現在こう、マナー、厳しい先生とかもいらっしゃるので、マナーがすごい厳しいものとか、あとマナーは面倒くさいとか、必要ないっていうふうに思われている方がたくさんいらっしゃって、とっても残念に思っています。そういう方も、マナーっていうのは、形ではなく、相手を大切に思う気持ちをこう、それを形にして表すもの。決まった形があるわけではなく、それは心の現れなんですね。で、それを身につけることによって、皆様のこう自分自身の周りの人間関係が良くなる。それによって、皆様自身が笑顔あふれる人生が送れると思っておりますので、ぜひマナーを毛嫌いせず、身につけるようにしていただきたいと思います。ははい、あい。りがとうございます。はい、ありがとうございました。本当に素敵なお話を伺えて、楽しく、はい、伺いました。ありがとうございます。本日はマナー講師、おもてなしコンサルタントのかおりさんにお話を伺いました。かおりさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。